大軌道で女型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ、行くぞ。逃がすかよ、絶対にここで取っ捕まえてやる。奴らに支配されていた恐怖、鳥かごの中に囚われていた屈辱を、巨人だ。100年の平和は
突如出現した超大型巨人。104、今の貴様らは、そんな貴様らに今日は立体機動装置、出来の悪い奴はいまずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。ジャスン、開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんな球では家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。しまって、やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。
さと次の訓練地点へ向かえ。